ファッションカラーの延長線上で僕らは考えて、白髪も染めながら、希望の色にしていく。白髪染めっていう、なんかこう、傷むかなとか、暗くなるなっていう、そういう、こう、昔からあるイメージを、まあ、美容師さん側が、提案とデザインで、変えていく、ことがやっぱ大事かなと思います。今時のそういう大人の人って若い頃と同じぐらいファッションもメイクもヘアも楽しんでる人が多いので、暗くしっかり染めたいというよりは明るく柔らかくおしゃれに見えたい、若く見えたいっていうイメージの方が多いんですよね。グレーカラーをお客様に楽しんでもらう工夫、それはまあ美容師の提案力だと思います。カラー剤のバリエーションがたくさん増えているので、単色でもすごく綺麗な時代にはなっているんですが、いろんな組み合わせでいろんなカラーの表現ができるようになっているので、何でもできます。いろいろできます。まあ、これは本当美容師さん側の話になっちゃうんですけれど、色味の表現の幅が広いので、まあ、今っぽい色味を希望される方多いんですけど、結構柔らかく透明感が出せるような色とかも作れます。実際このプライム使ってみて、まあ本当に自然なツヤが出ますし、色味も綺麗ですね。ぶっちゃけ多分見た人はファッションカラーとの差を多分感じないと思います。いや、これが本当にすごい増えたんですよ。もう色味のバリエーションなので結構びっくりすると思います。僕のグレーカラーのこだわりですか。あまりでもグレーカラーっていう意識はないかもしれないですね。まあ、しっかり染めるのはもちろんですし、希望の色にしていく、まあ、もちろんその人に似合わせていく、でお客様に喜んでもらう、まあ、ただそれだけですね。ぜひ進化したグレーカラーを早く気になったら体感していただけて、ファッションカラーとそんなに変わらないということを体験していただきたいなと思います。